ャンネルで浅草にいるんですけど、わかんないでしょこの角度だと。こっち側だとわかりますか。実はですね、私の相方アントニーがもはや相方になりそうな。で今日はアントニーを逆に引っ掛けるドッキリ企画があるんですよ。それうまくいくかわかんないんですけど、とにかく暑い。で今隠れているところです。交番の裏ぐらいでスタッフと集合なんで、アントニーには教えてません。じゃあお楽しみに。いやということですね、今アントニーはですね、ちょっとオープニング先ほど渋谷で撮ったんですけど、今日は国民的誰もが知っている女性の方と浅草デートっていうところで、あの石原さとみちゃんが好きみたいなんですよ。はい、なちょっとあの今日髪型寄せてきてますんでお願いします。お願いします。雷もスカイツリーアントニー、観光客の方がびっくりしちゃうんで。あ、いいですね。近くまで行ってみようか。あんたに人だかりができても嫌だしな。ジャスリーさん、行きます。はいはいはい。ああ、緊張する。これは普通に YouTube ですか。水曜日のダウンタウンではない。これも YouTube。あ、まずそこもわからない。アントニーチャンネルです。アントニーチャンネル、はい、ありがとうございます。しかも今日は国チャンネルも連れてきてる。ありがとうございます。っていうかね、皆さん。これは、はい。びっくりしましたけど、偶然なんですか。私はこれ知ってました。だから、はい、昨日早く休もうと思ったら、夜電話がかかってきたんですよ。そうです。知人を介してですね。はい。はい、まさか私は昨夜あなたと電話するとは。いや、そう、びっくりしました。あなた何やってるわけ。いや、それこそ昨日ですね、まあ、共通であの西口プロレスって社長さんね、のカットミさん、カットミさんって社長さんが誕生日だから、で僕よくなんかこう一緒に飲んだりとか、なんかこう遊びでポーカーやったりとかするんですよ。そうなんだね。で、おいでって言われて行って、で、あ、お誕生日おめでとうございますっつって言ったら、あ、じゃあちょっとスーパースペシャルゲストに電話するっつって、で、もしもしとか、誰なんだろうと思って、そしたら邦子さんで変われって言われて、もう直立不動で。じゃあもう昨日毎回でドッキリに引っかかってるってことですか。いや、そうっす。いや、じゃあで、しかも昨日てか昨日だって、はい、何にも、いや、焦って、え、まさか明日会うのにと思って私はちょっとね、あの釣りに行ってたんですよ。したら熱射病っぽくなったんで、はい、実はそのパーティー行くんだって。そしたら昨日もう会っちゃってたのよ。いや、運命的に私はちゃんと偉いと思わない、今日のために。あ、ごめん、私じゃないわ、石原さん。いやいや、すいません、とりあえず本当にすいません、手が出そうです。でもこんなになんか今まで全く交わらなかったのに、この間の水曜日をきっかけでなんかこうすごい、なんかだって昨日みたいなこともなかったんで、私のとこまだ登ってってるよ。いやいやいや、ありがたい。もう僕もあれ以来、いやいや、こちらこそあれです、あれ以来もう街中でも意味がわからないです。お、山田邦子、いやいや、どういうことどういうことっていう、いやいや、邦子さんではないですし、私もアントニー。いやいやいや、ありがたいです、ありがたいわね。いや、本当に浅草はどうなんですか。私は大好きな街なんで、今日はね、はい、デートができて嬉しいですよ。あ、その待ってください、その一回待ってください、いろいろとデートはするんですね。しますよ、もちろん。何が、そのなんか、いや、わかんないです。なんかこととして何言っちゃグレちゃう。いや、ダメです、ダメです。なんかあんた、なんか文句ある。いやいや、何もうこの、もう本当にありがたいです。でも浅草、それこそ昔あのゴロゴロ会館って、ああ、あるよ、あそこが結構吉本ライブとかイベントとかやってたんですけど、でも今はやってないんで久しぶりっすね。まあ、ロケとかではちょいちょい来るんですけど、私はね、はい、もうお買い物とかお食事は大体、はい、まあもちろん演芸場も出るんですけど、はい、あ、8月演芸場出ない、一緒にコンビ8月の後半ずっと出てるんで。え、国と兄でですか。そうそういやいやいや、そういやいや、そんなに僕でよければ全然。待ってないだろうでもいいよ。ちょっとあんまり言いましょう、言いましょう。じゃあ今日は、はい、ちょっとなんかスイーツ暑いからさ、ちょっと冷たいものかなんか食べるか、はい、というか、あなたちょっとほら、はい、おしゃれだから、いつも
一着でいいんで洋服選んでもらいたいんだよ。おいおいおい、僕でいいんですか。ただ浅草だからね。はい、もちろんもちろん。浅草っぽいけどね。はい、いや全然全然、ぜひぜひぜひ。よし、じゃあ行きましょうよ。行きましょう行きましょう。行きましょう。さとりです。暑いね今日ね。いやちょっとこれは暑すぎます。大丈夫ですか。大丈夫、帽子とか大丈夫ですか。なんかお待たせみたいなこと言っていただいたじゃないですか、うん、あの声で1ミリも気づかなかったですね。どんだけ上がってたって。どんだけ喜びすぎだよそれ。素敵くない。いやもう全部あれですね、こんな言い方したらあれですけど、山田邦子のために用意されたみたいな。ちょっと待って、私どういう感じ。でもやっぱ派手な方が似合いますね。どっちでもいいのよ、選んでもらいたいのよ。いやこんなこと言うとあれですけど、うん、ああいう路面のブティック的なところあるじゃないですか、うん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 、結構、うん、その誰が買い物してるんだろうな。私だ。え、これ浴衣ですか。うん、浴衣めっちゃ似合いそうじゃないですか。今日ね、もうあまりにも暑いから楽しちゃってごめんね。いや全然でも、これ浴衣可愛いんじゃん。これこれスイカの模様ってこれだけですか。スイカはそれだけです。可愛いよね。あ、これも可愛い。あー可愛いじゃないですか。金魚、じゃあこれください。あ、はい。買い物まで早っ。え、そう、買い物まで早いですし、これこそあの本当ドア玉でなんか僕に選んでもらいたいみたいな、うん、意見ゼロです。今俺これ良くない、いいっすねーって。俺反映されてないです。ごめんごめんごめん、いや全然いいですよ、全然いいですけど。いいね、めちゃめちゃいいです。いいじゃない、これよく見つけたと思わない私。早かったっすね。私スイカ大好きなんです。ありがとう。いやいや、でも小山さん、もう一回言いますけど、僕に選んでくれって言ってましたよね、うん、もう自分で全部。私買い物早いのよ。早いっすね。いい買い物できた、ありがとう、おかげで。いや僕何もしてないですよ。あのね、はい、何人かわからない洋服屋さんがあるの、はい、なんですか、何人かわからない。これこれ似合うよこれって言われるの。え、それ大丈夫ですか。俺みたいなタイプよくあの渋谷原宿だといるんですけど、ちょっと行って、ここなんですね。どう、ほらほらほら、よくね。また買いに来たの。ありがとうございます。待ってたよ、お客様。待ってたよ、本当かい。ちなみに店長さんですか。そうですね。店長さんはお名前をお聞きします。コマールです。コマールさん。はいはい、インドの方。あ、インドの方。ね、えー、ね、コマールさん。選ばん、はい、これは可愛いじゃない。さっきはこれがユーターなかった。あれね、これ私来たの、この前なかったの。あれいいね。これとスポーツカー、これもあるんですよ。今日はね、アントニーが選ぶからね。ああ、うん、アントニー選んでよ。コマールさん、ちなみにあれはハウマッチ。これはね、前と同じですよ。これお客さん、たった1万5000円で買ってたんで、高いね、5600円。高いんだよ。これが、いくらだから、これが、これものは、お客さん買ったものがちょっと高いだけど、なるほどね、いいものだ。これは2000、3000のものだから。ああ、なるほど。いいものが、やっぱいいものがいい。いや、いいんだよ。すごくね、洗ってもね、全然大丈夫だから。だからいいものだったから、お客様、デパートで2万9000円だったから、あなた1万6800円で買ってたから。小丸さん、早口だね。石原さとみです。これね、ちょっとやめてください。しゃべっちゃうじゃない。